新越谷駅は埼玉県越谷市南越谷一丁目にある東武鉄道伊勢崎線の駅である東武スカイツリーラインの愛称区間に含まれる駅番号は TS20 通称は新越市1973年4月1日に国鉄武蔵野線の府中本町駅から新松戸駅が開業し県南部を横断して東西方向の交通が便利になった 東武伊勢崎線と交差する箇所に南越谷駅が開業したが、開業当初は東武伊勢崎線の駅がなかったため、乗り換え客は約 1km 離れた鴨尾駅からの徒歩連絡を余儀なくされた。これは越谷市と東武鉄道の間で駅舎の用地買収に関する交渉が難航していたことによる。用地交渉の結果、越谷市の私有地の内服線用地を 東武鉄道に譲としてそれ以外は、東武鉄道が買収することで決着し、1974年7月23日に、武蔵野線との乗り換え駅として、東駅、新越谷駅が開業した。開業当初に想定されていた1日平均乗降人員は2万5000人で、あり、普通列車のみの停車駅となった。武蔵野線は開通当初から、公開駅だったのに対し、東武伊勢崎線は、 地上駅だったために町は東西に分断された。沿線開発が進むにつれて列車の本数が増え、踏切による交通渋滞が絶えなかった。その問題を解決するために1989年に都市計画に基づく高架複々線化工事が着工となり、1993年に下りホームが1994年に上りホームが高価となり、踏切が除却された。 1997年に、草加駅越谷駅間の複々線化が完成し、この時に実施したダイヤ改正で、準急停車駅となった。1998年に5階建ての新駅舎が、春光市、駅ビル、新越谷バリエがオープンした。新駅舎の設計は家事建築設計事務所である。島式ホーム2面4線を有する高架駅。内側2線は観光線。 外側2線は急行線である。もともとは、当地で交差する、武蔵野線が地上を走る伊勢崎線をまたいでいた。後の同線の高架化に伴い、武蔵野線の高架橋の上を伊勢崎線がさらにまたぐ形となった。そのため、当駅は5階建てのビル程度の高さにあり、駅を挟んで南北に急行バイク間が存在する。 なお、当駅建設当時は地上に2面2線のホームがあり、武蔵野線高架の南側に、京上駅舎が存在していた。その後高架工事の際に1面2線のホームに変更された。東武鉄道は、複々線化後も地平ホームで当駅を運用する予定であったが、地上路線による地域分断を避けたい、越谷市をはじめとする地元の強い要望によって、 武蔵野線の上をまたぐ形での立体交差となった。2019年度の1日平均乗降人員は15万1316人である。伊勢崎線内では北千住駅に次ぐ第2位である。東武鉄道全体でも2012年度に柏駅を上回った結果、池袋駅、北千住駅、和光市駅、浅霞台駅に次ぐ第5位となった。開業当初、 当駅周辺は、田園地帯であり、乗り換え駅としても、乗降人員が少なかった。しかし、駅周辺の開発が進んだことにより、1985年度からは、準急停車駅の越谷駅を、1988年度からは、カスカベ駅を上回る乗降人員となった。1993年度以降は一時期減少した、ものの、 当駅に準急が停車するようになった1997年度は増加に転じた。それ以降、現在に至るまで増加傾向が続いている。開業以降の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。武蔵野線の交点である当地に駅が開業してからは交通の要衝として栄え、伊勢崎線の複々線加護は さらに大規模な商業施設が急速に集積した。また、周囲の住宅地開発も進行する一方で、これらも乗降客数増加の一因となっている。東口西口南越谷駅も参照のこと。ありがとうございます。